見てない見てない大丈夫。見られて悪いようなメールとかしてるんですか？一切ない。あれ声が変わった。なんか曲いこうか。曲いこう。曲行かないです。曲いかないです。勝手に決めてる。曲いこう。ねえ。あのだから前の方座ってる時とか自分も見られな見られてるかもしれない。メンバーとか気になりますよ。気になる。見ちゃう。え見る？ちょっと見ちゃう。いやー恐ろしい女だよこれ。文字まで見えへんけど。けど、なんか、何してんのかなってちょっとチラ見しちゃいますね。しません？いや、僕は言っちゃいます。今誰にメールしてんのって。そっちの方が怖いですよ、ね。そうすると、あの、周りの芸人が急いで蜘蛛の子散ったように逃げますよ。見られたくないもんね。そうですよね。確かに見られたくない。変なことじゃなくて見られたくないですよ、なんか。スタンプとかな、あの送ってるわとか、なんか自分のスタンプ送ってたら恥ずかしいです。自分のスタンプ送ってるあいつ。つぼくらスタンプ。つぼくらって我が家のあります。言わせねえよあるでしょ。言わせねえあります。あと頭下げてペコってハゲが見えてる。なかなか使い勝手がいいです。いいね。ぜひ買ってください。喋るやつ、喋るやつすげえ怖いね。あ、喋るの前に出したんで。そっか。そうです。喋るのよ。喋るの超怖いね。どうしてないですか、ゆうこさんは。いやいや。この話じゃ。あ、そうか、そう、前のメンバー。はい。何？その話は。なんか出してないですか。前の話聞いてないですか。急に。もうほんま昔に、昔にね、ゆうこで出すっていう話はあったんですよ。出したかったんですよ、我々。で、マネージャーにオファーして、出そうよ。はい。あ、はい。もう全然出せんかった。なんでやねんっつって、もうみんな出し始めてるぞっつって、もうそんなはよやった方がええねん、出してくれよって言うけど、はい、はいってもう一個なんて進めんの。ええ加減にせえよ、どないなってんねんって言ったら、もうすみません、正直言っていいですか、こっちからオファーしていますって。LINE側に断られてます。嘘。なんでなんでほんまの話って、ほんまの話です。すいませんって。LINE 受け取ったどうとかね。そうそうそう。ねえ、良さそうじゃない。ね、全然そんなんやってええんやけどって言ったら、あの、もうほんま全部言われたことを言っていいですかって。はい。いいよ。もう傷つかへん、俺。言うて。よいこさんじゃ売れる見込みが見えないです。はっきり言われました。俺それ知らない。若者がターゲットだったりするからとかいうことなんですかね。でも、ね、人気番組たくさん出てる。そうそうそう。私たちは引き下がりました。ええ。だから、ゲームセンター CX やって、あれの価値やって売れるかもしれへん。ああ、なるほどね。それも混ぜて、二人でみたいな。ねえ、良さそうですよ。それもあかん。だから、良い子で出すって言ったのが、売れませんってはっきり。ええ。わかりました。厳しい。私たちは引き下がりますと。万感の思いで。二度と言いません。もう言いません。二度と言いません。ドラムさんあるんですか？いや、俺言ったの。その当時、炎上の頃かな。炎上の頃かな。いや、それいいですね。つってマネージャー言ったっきり何にも来ないから。いや、絶対。もしかしたらで。はい。やめとき。深く聞かないで。そうですね。気づくよ。じゃあやめときます。聞かないです。わかんない。わかんないけどね。AKB さんはそういうのないの？あります。はい。NMB で。AKB の、あの、選挙の上位16人とか何人とか、やつが、はい、結果で出せたりとか。あります。なんでやねんとか。あ、なんでやねん。そうか、そうか。そっか。な。翔太くんは？僕は、僕の、こう、顔が出てくるわけじゃないですけど、僕がデザインしたキャラクターのスタンプはあります。うわ、それすごいじゃない。そっちが一番いけてるやん。一番全部の権利が。一番ええパターン。翔太くんのボイスとか良さそうですけどね。そうよね。声入れたいですけれどもね、そのキャラ、自分がこう、デザインしたキャラクターも自分の声でやってるキャラクターで、そのスタンプには声ついてないんですけど、あらあら。はい。結構、あの、みんな使ってくれて。おはよう、みたいな。そうです。ショートコマンだ。おはよう。
青いショートです。バレてる。青いショートです。めっちゃ怒られるかもしれない。あんな人に怒られるよ。こんな汚い声してね。もう持ってんの。持って牛乗りですって。全然違う。翔太のモノマネスタンプ。ええやん。全然似てねえわ。面白いですね。欲しい。誰はあんの？私ないです。おいしそうやのにな。たけしさんのモノマネやれ。何で見るモノマネスタンプ。全部断ろう。で断られそうな気がしますけど。なんかフレーズとかがね。あ、そうですね。なんか得意の。なんかクリエイターズスタンプが今出たからでも作りやすくなってそうですけどね。クリエイターズ。なんで自分で書くやつ。あの公式じゃなくて、あの誰でも出せるやつが今できたんですよ。なんかおじいちゃんが書いてるやつとか売れてるかな。誰でも。なんかそれなら誰でも出せるかもしれない。おいこ聞いてくれてる。それなら。それなら誰でも出せるかもしれない。マネージャーにも言われた。そっちでもいいですか。ちゃうんや、公式がええんや。俺は公式がええんや。これをラジオで出してみたらどうですか。ダメなんですかね。面白そう。ラジオで。バレの。どうやすんの、断られたら、ラジオの人が。まあ、非公式のやつやったらいいんじゃない。手書きでなんか書いてさ。公式がええんや。あっぱれスタンプ。ねえ、好きでしょ、ダリオ。そう、ダリオが書いてるさ、台本に書いちゃってるやつとかも、それ、スタンプで売ったらさ。それ、いります?俺はいらねえ。ファンの人は。いらないですよ。皆さんの顔の方が全然。顔だったらより売れないだろう。俺の売れると思う?殺すぞ。一人で全部。何も言えない。殺しちゃうんですよ。今のボイスが欲しいです。殺すボイスね。やめろ。